を建てる人もどんどん少なくなってきおる中で、住宅自体の値段が上がってきとるけど、今の建設業界は非常に大変なんや。お金の苦しみから今逃げたいだけなんだろう。その仕事がほんまにしたいかどうか。はい、こんにちは、板坂裕二です。こんにちは、土手かな子です。まずはチャンネル登録の方からお願いします。はい、ちょっといつもと画角が変わりましたね。そうです、ちょっと上からになりましたね、うん、はい、ということでですね、今日は今わしのブログに AI をつけとるんだけども、はい、チャット GPT で AI を裕次郎ロボット、裕次郎ロボットですよ ね、ブログの端につけとるんだけど、対面というか別にわしに聞くわけじゃないけど、はいはい、で聞きやすいんだと思うんだけど、まあまあいろんな相談が入るんよね。何でも言えるんですか？そうそう、何でも言うて、うん、答えはこのわしがブログに書いてある内容をチョイスしてその中から答えるんで、うん、だから一応裕次郎さんの頭の中をロボットが答えてくれるってことですよね。そうそうそう。で今回来とったお悩みは、うん、建設業界の経営者です、はい、経営不振でこの先よくなる兆しが見えません、うん、公務員になった方がいいですかっていうすごい極端、極端な言い方をするなみたいな。はい、それに対して裕次郎ロボットも答えとったんだけど、なんて答えたんだろう。公務員だった方がいいかどうかは分かりませんみたいなそれはそうですよね、うん、それについては分かりませんで、あんまり気持ちが乗ってないんだったら辞めることもおすすめですみたいな、あ、まあ感じだったんだけど、うん、今の建設業界は非常に大変なんや、うんうんうん、建設資材なんかの高騰になってしまって取るのと、あと円安もあって、はい、まあ、資材が高騰しとるんだけど、それ高騰した分は全部売価に反映するんで、はい、今でこそ家を建てる人もどんどん少なくなってきおる中で、もう住宅自体の値段が上がってきとるけ、はい、世の中でいうローコスト住宅って言ってね、安く家を建てるってやりおった人たちが、うん、もうローコストじゃ建てれない、ローコスト住宅って言っても4000万ぐらいとか結構するってことですよね、うん、してしまうとローコストと言えんくなってきとるみたいなね、はい、だから結構建築関係の人ってすごく大変だし、うん、で一軒家を建てるような人じゃなくて、こうビルを建てたりしようる人たちなんかも大きなゼネコンからの下請けとかで言うと、うん、下請け上は泣かしてくるんじゃろうと思うんで、もうちょい安できんのかとかね、あそこ絞ってくるから、うん、でもそれ以上はできませんとかって言ったら、ああじゃあいいよもうお宅じゃのって思ってやるところはいっぱいあるし、あ、まあ、みたいな、また安いところにまあなって、それもまた飯も食えんくなるっていう、うん、だからまあ大変なのは大変なんだろうと思うんだけども、はい、じゃあこの人のように公務員になったら大変じゃないんかっていう話やはいはいはい、いやまずはでも公務員ってそんな簡単になれないですよね。公務員試験があってちゃんとまあ勉強からしないといけないってことですよね。思うのはこの人は公務員イコール安定、あでもイメージの中にはありますよね、ちゃんと定時にも帰れるイメージはあるし、うん、お給料も何かあった時でもちゃんと保証されてるみたいな、うん、今回コロナの時でもそうでしたけど、うん、ちゃんとお給料もらえてるのかなっていう印象はありますよね。まあそれはあくまでも旗から見とってな、そうそうそう、勝手なイメージ、わしも公務員になったことがないけど分からんのだけども、うん、確実に分かるのはわしの知り合いで知っとるやつで3人公務員を鬱で辞めましたっていうのが3人おるというのは、うん、はい、これはもう紛れもない事実だ、はいはい、ということは公務員になったら安定するんでしょうけども、メンタルがやられることもいっぱいあるんで、ね、うんうんうん、毎日同じ仕事をせねえけんし、そうですね、部署によってはね、うん、それはいろんな部署があるから面白い部署もあるんだろうけども、はい、地域を活性するためにいろんなお祭りを作ってとかみたいな、ちょっとこうワクワクするね、のそういう公務員ならいいんだと思うんだけども、はい、普通の公務員だったら、まあ、確かに給料をもらえるという安定はあるかも分かんないけども、はい、うん、精神的にどうなのかなっていうのが一つと、あとはそれ楽しいのって、その元々だってね、やりたかったのは建設業でしょうからね、うん、この質問してきた人がどういう思いで建設をやったのかは分からんのだけども、うん、要は、うん、建設業界今おって、うん、先が見えないから不安でしんどいっていうところから真逆の安定という公務員に振っただけの話だと思うんだけども、はいはい、はい、要は大事なことはその仕事がほんまにしたいかどうか、うんうんうん、なんよね、うん、その人が建設業界をやっとって苦しいから辞めたいと思っとるんだろうけど、うん、じゃあ苦しくなかっても辞めたいって思うんだったらわしは辞めた方がいいと思う、うんうんうんね、今が不安定でもう月末になったらいつもお金が足りんみたいなんで、お金の苦しみから今逃げたいだけなんだろうと思うよね。そっか、うん、そうじゃなくて、じゃあそれがなかったら建設業界はどうなんかやったら、好きなのか好きじゃないのかやったら、いや好きですって言うんだったら
そうですね、やっぱそこをやるしかないじゃん。はいはい。ただお金がネックなだけだったらね。そうそう、うん、結局お金というこの苦しみから今とりあえず一時的に逃げたい。でも逃げるということは、はい、絶対に追いつかれる日が来るわけよ。うーん、逃げるわけじゃけんね。はいはいはい。追いかけてくるから。そうそうそう。今この時点がちょっと逃げて楽になっただけで。そうですね。だから追っかけるやつの人数が増えて追っかけられてくると、もう気が気じゃないよ。はい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 。逃走中かなんかで追われるやつらの気持ちいいよ。いやあれね、多分ね、捕まった方がね、もう安心すると思う。そうだろ。だから、うん、捕まるいことは逃げずに、ね、そいつらと真っ向勝負。そう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 。する方がいいわけじゃん。うん。だから逃げたらずっと逃げ続けないといけなくなってくるんでね。はい。だからそれが本当にしたいことなのかどうなのか。うん。どうなんだろう。でも裕次郎さんも、うん、そうやってね追われてる時期あったじゃないですか。うん、でも裕次郎さん逃げたいって思いました。いやそれは毎日毎日取り立ての電話が朝から晩までなるんだけど、そりゃ逃げたかったよ。でも逃げたら、うん、まあ電話が鳴るわけじゃん。だから電話誰かが取らねえけんじゃん。ええー。ほんだらうちのスタッフらに取らしても、うん、うちのスタッフらが嫌な思いするじゃん。はいはい。だけどもう全部わしが出ようってね、これ全部の電話を。ああ、そっか、その迷惑は周りにかかっちゃうから。なんでじゃろうか、うん、なんかこいつらにそんな思いをさせちゃいけんっていうのはすごくあったんで、バーッと喋るよっても次になったらこっち待たして、こっち出て待たしてみたいな。もうどれか分かんない、まあ、どれか分からんけど夜ないよ全部同じだからね。そうそう、だから、うんうん、そんな感じをしとったけども、まあ、結局はね、当時よくわしの頭の中でリフレインしとったのは、はい、山よりでかい獅子は出ないみたいな。山よりでかい獅子は出ない、山より大きな獅子は出ないだったかな、うんうんうん、これどういう意味か言ったら、山っていうのは自分自身、はいはいはい、だけど獅子っていうのは怪物みたいなもん、だけどその山に住んどるイノシシがおって、うんうん、それがこの山に住んどるんだけど、山よりでっかい獅子はおらんけ、なるほどなるほど、だからその山さえちゃんと乗り越えれば、ええ、その獅子なんか来ても怖くないですよ。そっかそっか。でそこで言う山っていうのが自分のこと、で獅子っていうのが乗り越える壁みたいな、うんうんうん、みたいなことをなんかことわざとして自分の中ですごくあったのと、はい、あとはねもう一つ、神様っていうのはそいつが乗り越えれないような試練は与えないっていうのもなんかで聞いて、それがずっとわしの頭の中にこだましとったんだけど、はい、要は今それだけ毎日電話かかってきてからすごいしんどい思いしたけども、うん、これは神様がお前ならこれ乗り越えれるだろみたいな、なるほどね、試されてる、そうそうそう、試されとると思ってたんやで、うん、これわしやなかったらしんどいんじゃないかなみたいな、うんうんうん、まあ実際にその時7人の自殺者が出とった時じゃったし、はい、実際に追い込まれて自殺をしたやつの葬儀も行った時には、こいつは試練に勝てんかったんだなとかやっぱ思ったし、はい、乗り越えれない試練は絶対ないと思ってずっとやりよったし、で振り返ると追い込みがひどかった時期とかやったらどれぐらいだったんかな、月日でいくと、うん、5年ぐらいかな、うわ長いブラックマネーに手をつけて、まあそれが全部終わることもないけど、とりあえず一段落つくまで 4,5 年だったかな。でも考えたらよ、その長い人生の中の 4,5 年の話じゃん、何十分の1ですけどね、うん、でも当時の自分は長いですよね、いつ終わるんだろうっていうのはすごく終わりがね分かってたら、うん、あと1年とか思えるけど、うん、その時にも自分が乗り越えれないものは絶対ないと、うんうんうん、思うしかなかった、じゃあそれがいつなん言われたらいつかよくわからなかった、いつかわからないけど、今回の相談者の方が建設業界の人でこの先良くなる兆しがないんで、はい、公務員になった方がいいですかっていうのは、わしは大きな問題から逃げとるようにしか思えんわけよね、うん、そうですね、うん、それは良くならない兆しがないっていうのは自分でなんかチャレンジもしてないんじゃないかなと思うし、新しいことを発想を変えてみるとか、うんうん、やっぱ今までと同じことをしとったんじゃダメだし、うん、例えばその人が新築住宅を作るよ人だったら、お客さんも少ないって言ったら、じゃあお客を獲得する何かやっとんですかっていうことよ。あ、手だったよね、いろいろ考えて、でそれをお金をかけて雑誌に出すとか、うん、しとるんだったら、かけるお金もないって言うんだったら、うん、じゃあもう何するか言ったら頭使うしかない。あ、そっか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 、うん、でも実際にうちの生徒さんたちはブログを書いて、うん、ブログからお客さん結構獲得してきとるけんね、うん、ということはブログ書いたらいいんですかって言うんで、じゃあやってみてくださいって言ったらようやらんと思うよね、うん、何を書いていいか分からん、そう、何書いていいかも分からんし、じ
じゃあどれぐらい書いていいかもわからんのと思うんで、そこはちゃんと勉強するしかない。で、毎日書くしか方法はないんじゃないかと思うね、うんうん、その人は努力をしとるんかなって、その文面だけじゃけよくわからんのだけども、そうです、ね、努力をするということも必要だし、うん、でもしお客さんが増えてくれば、資材高騰して売り値がちょっと高くなってる、それでもいいですって言ってくれれば、はい、うんうんうん、OK なわけじゃん、うん、そうですね。でもそれを納得させようと思ったら、家を売ったんじゃダメだと思う。ああ、そうか、だって誰でも建てれるもんね。そう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 、他の会社でも。そうそう、ということはあなたが建てるこの家がいいです、うん、って言ってもらわないといけない。うん、実際そうじゃない、いい家なんだけども、作りおる人たちが無気力で不愛想で、あ、見てなかったら、ちょっと建てては見たいけども、建てた後不安じゃなとか。嫌ですね、うんうん。お前が例えば家を建てるって言った時に、はい、いや、こんなのどうです、こんなのどうですじゃなくて、自分の家のように、いやいや、そう、僕の建てるこの家だからこそ、ここにはこうしたいんですみたいな。同じ方向を向いて、一緒にチームになってほしいですね、うんうんうん、作るまでね、うん、しっかり。ということは、その家に対する愛着とかが自分にもないと、そういうの出るじゃん、漏れるじゃん。そうですね。ということは結局その人が勝負になってくるんで、うん、誰が作る家なのかっていうところをちゃんとフォーカスしてほしいなと思うんでね。そうですね。でももしこれを見ていて、うん、全く違った仕事をしていて、うん、そうやってしんどいからって言って公務員に転職されて、うん、すごく生き生きされてる方がいたとしたら、またそういう方の声も聞きたいですけどね。いや、それはそれでもいいと思うよ、うん、ただただ安定という言葉だけで公務員って思っとるんじゃないかと思うんで、うん、私は一番苦しかった時にも公務員になりたいっていう気は全くなかった。なれない。いやいや、もう、わしができるわけもないしって思っとったけ。だからどんなにしんどくてもどっかで雇われるということを考えんかった。同じ苦しみなら、うん、自分で蒔いた種で苦しみたい。あ、はいはいはい、うん、例えばどっかに雇われに行っても、自分だったらこうするのにの、でもこの会社の方針はこうだからって言ってねじ曲げて、分かりましたってやる方がしんどいだろうなと思ったんで、うんうん、だけどもう腐ってめえ、何でめえ、一人でできる方がいい、自分でできる方がいい、うん、みたいに思ったんで。この人もそうやけど、右行っても今地獄や、で左行っても地獄なんや、うんうんうん、じゃあ右も左も行けられないんだったら、もうど真ん中、まあ、ドーン行くしかない。でドーンと行って、来るもんと一騎打ちしながら進んでいくしかないし、はい、うんうん、ここで逃げずに一回その苦しみと対峙してやると、あと振り返った時、あん時良かったのとか思えるような人生になると思うんでね、うんうん、なのでぜひ公務員じゃなくて、本当にやりたいことは何なのか。そうですね、うん、他に本当にやりたいことがあるなら、その道はありかもしれないですけどね、うん、だから本当に今は建設業界が嫌とかじゃなくて、お金の苦しみから逃げたいだけなんじゃないかなと思うんでね、うんうんうん、なのでその辺をよく自問自答して答えを出してほしいなと思います、うん、だから別に公務員になることが正しいわけでもないし、間違ってるわけでもないし、ただあなたがそれでいいんですかいうことかな。いいんですか、だらしいです。はい、でもこうやってね、裕次郎さんの裕次郎ロボットに聞いてくださってるぐらいだから、うん、おそらくそういうブログとかも人のを読んだりとかされてる方だから、うん、いろんな道を考えてると思うんですよ ね、 そうね。なのでもし本当に困った時は、裕次郎さんがいつでもいろんなブログセミナーなんかもねやってますし、トントンと門を叩いていただければと思います。いや、うち来てくれたら本当に建築建設業界で結構儲かってる人結構いますから、うん、でもその人らも一番最初僕のとこ来た時には結構ボロボロで来てますからね。だからなんとかなりますんで、ぜひ来ていただきたいなと思います、はい、お待ちしています。はい、はい、ということで関連動画はこちらからお願いします。はい、じゃあチャンネル登録はこちらでお願いします。はい、はい、ということで今日は以上です。またねー。